はい、近藤です。今日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、これをしてると、これを行ってると、せっかくご自分でお体を注意してても、いろいろケアとか気をつけてても、足腰、例えばしびれとかね、痛みがなかなか治らないんですよっていう、まあ、それは何かっていうと、もう結論から申し上げますと、きつい履物、ジーンズとか、ガードルとか、女性はそうですね、あとベルト、こういったものを絶えず当たり前のように履き続けている習慣がある方は、ちょっとね、疑ってみてください。意外とずっと痛いのに我慢してて、いろいろ試したけど、なんで治んないんだろう。そういった方、ガードルとかね、きついジーンズ履いてませんかっていうことなんです。で、これはですね、症状名でも実際あってですね、例えば、今日はまあ記事ご紹介するんですけど、まあ、2015年にですね、日本語で言うと神経学、神経外科学、精神医学ジャーナルという、で、オーストラリアの、先生がですね、発表したんですが、スキニージーンズですね。スキニージーンズによって、女性の下肢、下半身が、足の感覚麻痺に陥ったという、報告があってですね、この記事によると、歩行が困難になって、足が極度に腫れてね、足の筋肉が弱まって、足首とつま先を正常に動かすことができなくなりと。で、神経の損傷、下肢の筋肉と神経の損傷がですね、彼女の場合は、その方の場合、長時間しゃがんでることによって、下肢が圧迫されたってことなんですが、要は何が言いたいかというと、圧迫が起きるってことはですね、その内部の圧力が高まって、筋肉、神経の損傷が起きるんですね。これはもっと細かく言うと、コンパートメント症候群っていう、ちゃんとした症状名があるんですけど、で、それが自分の履いてる、要は見た目でいいなと思ってることが、実際悪く、結果悪い状況を引き起こすってことなんで、非常に注意が必要なんですね。で、この記事にも、コルセットとかね、強い履き物は気をつけましょうみたいに、締めくくっているんですが、で、私、この中で、その記事には特に入ってないけど、ベルトもね、ちょっと注意していただいた方がいいと思います。特にずっと痛みを引きずっている方もですよ。意外とやってる方多いですね。ですから、もしね、ずっといろんなことしてるのに、なんか良くならないな、足腰の周りのしびれね、なんか取れない、痛いなっていう方は、私以前の動画でも椅子がね、いい椅子をちゃんと気をつけてくださいってお伝えしてますし、それ以外にもそういった、きつい履物ね、ガードル、ジーンズ、ベルト、そういったものもちょっとね、やめていただいて、で、様子を見ていただく。これはすごく大事になりますんで、ぜひ参考になさってください。今日は以上になります。ご視聴ありがとうございます。